はい、ということでこんにちは。夫婦の時間が始まりますよ。夫婦の時間、それはおかっちとゆうが夫婦がこの人生で起こったこととか、この世界で起こっていることをああでもないこうでもないとか思いながら言いながらぺちゃくちゃお話をする番組です。で、この番組を通じて見ていただいているパートナーシップ、見ていただいている方のパートナーシップがより良くなればいいなと思っております。うん、はい、そんな感じですよ。ゆかさん何食べてんの？それチョコレート。おかちも一口欲しいな。これおかち好きじゃない。あ、じゃあやめとこ。甘くないやつ。甘くないやつか。うん、食べる？一つちょっと欲しいな。でも好きじゃないで。うん、はい、好きじゃないやろ。うん、あんまり好きじゃなかったね。そんな。はい、ということでね、今日はちょっとね、これこのテーマいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、前ブログ書いた時反響が結構あったんで、うん、このテーマでいきたいと思います。はい、これですね。こなし夫婦についてどう思うのかっていうことですよね。なかなかもう喋りにくい。喋りにくいけど、喋りにくいことはないけど、うん、捉えられ方によってはなかなかのあれやな。なかなかのあれですね。いろんな捉えられ方が、いろんな捉えられ方があるもんね。思想があるからね。何を言っても、うん、何を言っても何かが返ってくるようなお話ですよね。うんうん、はい、ということで、まあ僕たちはどれぐらいやろう、今結婚して、結婚して3年ぐらいなんですけど、まあ、でもずっと一緒に、うん、暮らしているから、うん、そうやな、出会って7年ぐらいで結婚して3年ぐらいかな、うん、なんですけど、今のところは子供は作らないでいこうかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、で言うても、うん、もようが37やから、うん、さ、うん、まあ産むとしたら、まあ、3年ぐらいじゃリミット。あ、そうかそうかそうか、3年、まあ、今のところはまあそうやけど、そうやけど、そうやな。だからこの3年間の間にじゃあ自分たちは子供を作るのか作らないのかっていうのを、うん、まあ決断しないといけないっていうことで、うん、ね、今のところ出てる答えとしては作らないって、作らないってことよ、ね、よほど気が変わることがなければなければなでもそれもね、ゆうばさんもコロッと変わって、一番最初は子供を作りたいって言ってたんですよ、結婚する前は。いや違う違う、言ってないよ、はい、別に言ってなかったっけ、うん、欲しいなとか言ってたんで、あのね、別に欲しくなかったんだけど、あ、そうだ、持つのも悪くないなみたいな、うん、そう、あ、なんか自分が子供を産んで育てるって全然思ってなかったんやけど、うん、子供を産んで育てるっていうこともありなんかもしれへんなと思って、うん、ぼやって捉えてたから、ね、ぼやっと捉えて、で周りね、和歌山帰ってきて、うん、まあ、こういう教育の仕事に携わってたら、うん、お母さんばっかりやしさ、周り、そうだったら、なんかそういう子供を持つのが当たり前みたいな雰囲気になってて、うん、あ、自分もそれをするのも悪くないっていうか、うん、まあ、普通にありなんかなと思ってた、うんうん、けれども心からむちゃくちゃ欲しいとかって思ったことは一回もない。僕も、ま、マジで同じで、うん、まあ、結婚したら、まあ、自分の子供は作るんだろうなと思ってたけど、うん、現実的にいつ作るとか、うん、じゃあ子供作るんやったらこれだけお金が必要だよねとかいうのは考えてなくて、あんまり、うんうん、で、まあ、でも僕一人で決めれることじゃないし、もちろんご縁の部分もあったりするから、まあ、ゆうがちゃんのご意見もこう尊重したいなってことで、うんうん、どうしたいってことは多分聞いてたと思う、そのつどそのつど、うん、聞いてたよ。だってそのリミットがあるから、ゆうがちゃんからも聞いてたよ、どうするってことも含めて、仕事のゆうがちゃんが子供を作るんやったら、うん、その新しいクラスとか持たせられへんわけやから、あ、なるほど、そういうことも踏まえてどうするっていうのは、うん、もう1年に1回はずっと話してたんやけど、でも正直子供作って産んで育てるような余裕がかつてなかったよね、なかったな、うん、あのエネルギー的にもないし、ないし経済的にもないし、うん、よし行けるっていうタイミングは、うん、今も含めてないよね、うん、まあでもそれを例えば経済的な面で ないっていうんやったら、もしかしたら誰かが
まあ、親じゃないけど支援してくれる可能性はあったりするやん。別にそれを甘えるわけじゃないけれども、そう、あの別にな、経済的に余裕のない人も全然産んでるわけやしな。じゃあ経済的なことっていうのは置いといた上で、うん、じゃあそれ以外にじゃあ子供を作らないっていう選択をした時にどういう理由があったんやろうなとかいう、うん、いや逆に子供を産んで育てる理由がないから、まあ、僕ら二人の話の中でね、うん、まあ、皆さんには理由が多分あると思うんですけど、うんうん、僕らの中では私にとって、また優香ちゃんにとってはそれがなかったと、うん、そう、それをものすごくしたいって思わなかったから、うん、そう、おかっちもおかでもね、たまに思ったりするんやけど、ちょっと子供、うん、僕に似た子供とか優香、うん、ちゃんに似た可愛い子が生まれたら楽しいやろうなっていうのはあるんだけど、それをその楽しいなっていうその軽い感じでやるにはもっと重い責任の分が大きすぎて、うんうん、やめたってできへん、やめたってできへんし、うん、ちょっとそれは軽々しくじゃあ産んじゃおうみたいな感じにはできへんなっていう、だからこれをしたいからこうなったらいいから産みたいっていう腹の底からイエスって思える何かがないよね、理由、なんか優香ちゃんが言ったこれやって理由がないから、うん、多分産まないっていう選択をしてるんやろうなって思うな、うんうん、っていうのと、やっぱ普段からこう子供たち、うん、今300人ぐらい来てくれていて、ね、まあ赤ちゃんから小学生ぐらいまで本当に可愛いんですよ。別に私たち、うん、あの子供作らないっていうのは子供が嫌いなわけでは決してなくて、うんうん、むしろ人一倍好きやな、もう子供大好きやし、子供も私たちのこと大好きやし、うん、あの本当に可愛いんですよ。で、なんかその関わりの中である程度そういうなんか満たされてる部分は絶対あるなって思う、うんうん、で逆に言ったら本当にそのあの美味しいとこ取りみたいなね、美味しいとこ取りでちょっとずるいなと思われる部分もあるんでしょうけど、可愛い可愛いとか楽しい楽しいっていうところがね、うん、メインやから、そうそう、うん、だから僕ら子供が好きっていうのを知ってるからこそ、うん、なんで子供好きやのに子供産まへんねんって言われんねん、言われるな、子供そんなに好きやったらいつ、うん、なんで子供産まへんのって、うん、自分の子供やったらまた変わるよとか言われるんだけど、うん、そうで、もちろんその子育てをね、うん、する上でしか体験できない本当に素晴らしい美しい経験っていうのはあると思う。それはあのそれをした人にしか知り得ないことやと思うし、うん、それは素晴らしいなと思うんだけれども、うん、同時に綺麗事だけじゃなくて、やっぱすごく大変な面とかもあることをやっぱもう知ってしまってるから、うん、そうやね、37でこんだけ親子を間近に、うんうん、見ていて、うん、自分のねこう親子関係とかも振り返った時にすごくやっぱ大変だし、やっぱさっき経済的なことは置いといてって言ってたけど、それは決して無視できなくって、少なくとも今現在子供を育てていくのにはお金がすごく必要だし、で実際今子供の貧困率がすごく高いで、6人に1人が貧困になっていて、でそこでやっぱ教育の格差だったりとか、あの子供のことすごく大事でね、大事に思っていて愛していても、お金がないことでそれを表現しきれなかったりとかっていうことも実際にはあるから、うん、あるから、うん、じゃあそういう子育てを自分がしたいかって言ったらしたくない、うんうん、したくない。だからそのお金があるないはあの決して軽い問題ではなくて、うんうん、だからもしかしたら私たちがすごく事業が、うん、あのもう安定して軌道に乗っていて余裕があってっていう状態やったら、子供を産んで育ててみるのもやってみたいかもしれない、うん、やってみたいと思ったかもしれないけれども、うん、少なくとも今までそういうタイミングではなくって、 そのリスクを取ってまで、うんうん、そのリスクを取ってまで産んで育てたいとは思わなかったです。確かにね、そうどうなるか先行きが分からない状態で、うん、まあ子供を育てたらこれだけいるっていうのがもう分かるわけ、分かる、それを払えるかどうかっていうのも分からへんし、うん、で僕もちろんお金のこともあるんやけど、やっぱその自分の時間とエネルギー、時間っていうのはどんだけ優秀な、例えばその何だよ、もうあのビル・ゲイツとか、うん、孫正義とかその人とかでも手に入らないものは時間なんよね。限られているものって言ったら、唯一有限なものって言ったら時間じゃないですか。
お金とかやったらその自分の工夫で生み出せるものはあるけど、うん、時間っていうのは全てに人によって有限なんですよ、うん、でその時間をどうデザインするかっていうことで人生がの豊かさとか幸せっていうのが決まってくるのかなと思った時に、その自分の時間をその子供のそのことにいっぱい注ぐっていうのはそれで本当にいいのかなっていうふうに思ってしまったね、僕の場合、うんね、私もそうはな、うん、で今はもちろん子供と自分の仕事の中で関わるっていう時間も本当に楽しくて、うん、そこはもう全力でやりたいんだけど、それはコーチとしての関わり、先生としての関わりっていう部分であって、じゃあ親としての関わりっていう時間をじゃあ作るのかっていうと、ちょっと自分の中ではあんまりちょっと気が進まないなっていうのがありましたね、うん、正直なところあったね、うん、それもあるね。いやでもほんますごいと思う、私も、うん、自分のことだけでも日々いっぱいいっぱいというか、すぐキャパオーバーするし、もうこんな本当に子供育ててね、仕事してってやってる人たちマジですごいと思う。どうやってやってんのやろうって、もうすごい尊敬する。私は多分そこまでのキャパがない。一つだけやから、優雅ちゃんこれって決めたらそれ以外のことはちょっと見えなくなるから。できないですね。そうなったらじゃあ僕がそれをやるのかって言ったら僕もしんどくなるやろうし、また生まれたら変わるって言うんだろうけど、変わらんかもしれへん。変わらんかもしれへんし、じゃあ変わらんかった時に変わるって言うたやんで、その人に言うても、実際生まれて変わる、変わって本当に良かったっていう人がいっぱいいるのは知ってる、いっぱいいるんだけれども、その反面、うん、本当にその子育てが原因で夫婦仲が悪くなってとか、もうほんまに痛ましい虐待のニュースとかも全然あるし、うん、だから美しいところはあるのは知ってるよ、うん、知ってる、その素晴らしいと思うけれども、それだけじゃないっていうことも知っているから、うん、うん、知っていて、うん、で子育てもいいんやけど、うん、他にも素晴らしいことってあるよね、うん、子育てだけが全てじゃないよねっていう考え方、うん、確かに、うん、一つの選択肢でありで、うん、あって、それ強制的にやらなければならないことではないと、うん、でそこに子育てっていうプロセスを踏まなかったとしても幸せになれるし、うん、なってる人もたくさんいると、うんうん、そうそう、そういう中で、じゃああえて自分たちはその子育てっていう選択を取るかどうか、子供を作るっていう選択を取るかどうかって言ったら、今の段階ではお互いがやりたいことっていうのがあるから、うん、それに向かって進んでいきたいよねっていうところかな、うん、そうやな、うん、でもそういうことを言ったら、いやいやこの少子化の時にお前ら何言ってんねんとか言うたりしてくる人おんねん、結構ご年配の方でね、うん、いやお前らがそれ言ってたら、みんながそんなこと言ってたら、この国誰が支えていくねん、ごめんなさい。すいません。すいません。自分勝手やなって言われたらどうしますそれ。そうなんですよ。自分勝手なんです。自分勝手なんかな。言うかな、うん。すいませんね、そのことに関しては。自分勝手なのそれって。子供を産まないっていう選択は。まあ自分勝手って思う人は思うやろうな。で、ゆかちゃんも思う、自分勝手。私はでも逆に言ったら、自分で責任が取れないのに産んでしまうことの方が無責任やなと思う。確かに。まあ、もちろんそのご縁があって生まれるってこともあるから一概には言われへんけれども、うん、な、まあ、私に関、自分に関して、うん、その一般論じゃなくて、なくてな、うん、なるほど、そうだね、うん、そう言われたりする、教育業やってんのに自分の子供、自分に子供いないっていうのはそれでいいんかって、本当に親御さんの気持ち分からへんやろうとか、うん、なんかそれは親じゃないからこそできる教育っていうのがあるっていうのは本当に実感していて、こう斜めの関係っていうか、子供との縦じゃなくて斜めの、なんかこう、うん、それはね全然気になれへん、気にならへん、分かる分かる、だからその言ったらやるべきだってこう言うてくる人絶対いるんですよ、そのどの時代にも、まあ、いて、そんなに私ほらもうたまにあるわな、あ、ゆうがちゃんは友達いないから、友達いないからそういうような言うような人とはもうそもそも出会ってない、言われる機会がない、僕はまあたまにあるわけで、でもあるある、あの結婚した時にね、うん、おめでとうってすごいあの保護者さんからも言われて、そうそう、うん、でじゃあ優雅先生もそろそろですねみたいな感じで言われるから、
で予定ないんですっていうの、そんなつもりはないんですって言った時に、あかんあかんあかんって言われたことある。あるか。あかんって何って思う。まあまあ、それはその人のいろんな考え方価値観があるからね。そうそうそう、うん、それはそうやけど、まあかんあかんぐらいだ可愛いけど、結構説教みたいな形で入ってくる時もあるから。あるんやな。教育事業やってて、でこれからの未来を作っていくとか言うてる君たちが、うん、子供を作らへんってどういうことなんて、これ子供少なくなったらこれからの経済って縮小していくよねとか、それをじゃああんたらが作らんかったら他の人に作れってことみたいな。じゃでもさ、まあ、確かに子供作らんかったら経済縮小みたいなあるけどさ、私たちが産んだ子がさバリバリ経済を回す大人に育つとも限らへん。確かに。もうほんまにな、限らへん。限らへん、うん、そらもう逆に言ったら、うん、もしかしたらこうね、経済を滞らせるような存在になるかもしれない、なるかもしれへんし、うん、別にだからといっていいねんけど、うん、あの別にその日本国の経済を回すために子供を作るっていうのは全く思えへん。でその国の経済という観点で言えば、その自分が得意なことで好きなことで役に立てばいいと思ってる、そもそもが、うんうん、別に子供を産むことだけがそのさっきの話に戻るけど社会に貢献する方法じゃなくて、別に自分が得意なことでやりたいことで全力で力を発揮して役に立てばそれでいいと思ってる、うん、そもそもが、うん、で僕は子供を作るっていうことはしないけれども、でもその教育っていう形で一人一人が自分の力を発揮できるような、うん、そういう教育プログラムを提供することで役に立ちたいと思ってるから、経済を回すことに貢献してるってこと、だから一人一人がこれをやらないといけないじゃなくて、自分がやりたいことで全力で自分の力を発揮して自己発揮して、うんうん、社会に役立てばそれでそれがもう生まれた意義になってきたりとか、それで経済回すことになるし、それでいいんちゃうかなっていう、こうやらないか。なんかこんな考え方あんま好きじゃないんやけど、あの欧米諸国とかって子供出産もタダやし、あの大学まで無料やし、なんならやっぱすごい手当がすごくこう手厚くあって、子供を産み育てることがそんなに負担にならない、その子連れでね、あの社会人大学生とかやってる人とかもいっぱいいるし、むしろフランスなんて結婚すらしてなくてもシングルマザーの方が育てやすいみたいなこともあるし、うん、だから日本はそういうところが本当に全然まだまだ整っていなくって、そうでね、そういう状況で国のためにって言われてもはぁって思うそうそう、国のためにって気持ちあんまないよ、ないな、全くない、ほぼゼロじゃん、うん、国のためにとか思わない申し訳ないけど、じゃあ丸々のためにっていうことやったら何のためにって、自分のことは分かんねんけど、うん、自分のためにって気持ちはすごいあんねんけど、自分の周りの人、幸せにってまずっていうのはある、それは思うし、でも人類の未来のためにみたいなことは思うよ。ああ思う、うん、国のためにとかあんま思えへんけど、人類の未来ってだいぶ上の視点やね。でもそれは思う。あ、そうなの、うん、人類の未来がこうなったらいいなみたいなのがあるとか、人類の未来、でもそれも別にあの人類が滅びた方がいい時は滅びた方がいいと思うし、うん、なんていうんやろうな、こう、うん、ないか、でも大きな世界観はあるわな、絶対ある。だから人類とかも多分超えてるんやと思う。人類とか地球とかも多分超えてて、なんやろうなこれ、宇宙とかそんな感じちゃう、宇宙とかの感じなんやと、むしろゆうがちゃんの場合ね、むしろなんかそう宇宙とか言い出したらなんかちょっとちょっとなんか誤解を生みそうなんやけどいや、うん、でも本当に今回 今コロナショックでいろいろなってたりとかするけど、うん、であの人類それこそ人類も今までいろんな、ね、あの危機をたくさん乗り越えてきていて、うん、戦争とかもそうやし、今までの、ね、パンデミックもいっぱいあったわけやし、経済危機とか災害とか、うん、いろんなものをたくさん乗り越えてきて、もちろんその中で犠牲になったり淘汰される部分はあるけれども、うん、人類っていう尺で見た時にいっぱい乗り越えてきてどんどん発展してきているわけやんか、いるやん、うん、でもそれだ、人類だってその地球というものの歴史で見た時に全然ちょっとの、ちょっとの存在であって、うん、だから人類が生き延びるためにうおーとかも全く思ってなくって、うん、人類も滅びるときは滅びるから別によくって、じゃあ地球が存続するためにってうおーって思ってるかっつったら、別に地球だって滅びるときは滅びるし、うんうん、
って思っていて、でそれが何のために起こってるかって言ったら、なんか分からんけど、もっと大きなものが、うん、もっと大きなものがこう良くなって、言い悪いって問題でもないんやろうけれども、うん、もっと大きなものがこう存在するために、うん、その生まれたり消えたり、生まれたり消えたりみたいなことが起こってるのであれば、うん、いいやんって思う。もう仕方ないわな。仕方ないし、なんかそうそう、なんかこう、うん、そうやねんな。だから死ぬのとかも全然怖くない私。あ、まあおかっちも怖くはないわな。死ぬことも全然怖くない。痛いのは嫌よ。痛いのと怖いのは嫌うん、痛いのと怖いの。だから死に方もなんかこう、うん、なんか安らかな感じで死ねるんやったら、うん、いつ死んでもいいと思ってる。なるほど、うん、ただ脅されて殺されるとか、そういうのは絶対嫌。いや、いつ死んでもいいとは思わへんな。あ、そう、もうちょっと生きたいわな。そう、なんかでも周りの人のことを思ったら、私が今急にいなくなったらおかち悲しいやろうなとか、うん、親が悲しむやろうなとか思ったら、それは悲しいけれども、自分がこの世からいなくなることに関しては何とも思えへん。あ、まあでもそれいきなりそうやな。でもそれは何とも思わへんし、受け入れることはできるけれども、まあ、どちらかを選ぶんやったら、もう少しちょっとこの世を、現実を、世界を楽しんでいきたいなとは思うわ。楽しいからね。まあ楽しいよね。まあ、死んだ後も楽しいかどうかって、うん、死後の世界ちょっとよくわからんねんけど、うんうん、今楽しいし、やりたいこともあって、なんか進んでいってるのがいいから、まあ別にそれを死んだとしても後悔はせえへんけど、うん、っていうのはあるわね。そうだから別にその人類が滅びるときは滅びればいいとかって思ってるけど、ただ本当に自分の身近な人がいなくなったらむちゃくちゃ悲しくて、それは受け入れられないっていうのはあるよね。あるわね。それはある。そこの矛盾はある。それ言ってるもんな、うん、だからお互い一緒に死のうなって。優雅の方が後に死ぬ。あ、違う違う、優雅の方が先に死ぬ。あ、そう、あかんて。おかちの方が先に死ぬって、優雅の方が先に死ぬってずっと言ってたな、その論争な。その論争でじゃあ一緒に死のうって話になってやん、それで。うん。まあどっちでもいいけど。どっちでもいいかな。まあでもその失うっていうのはやっぱ痛いわな。悲しいよね。まあ、受け入れなあかんねんけどな。それは。その人も死に方にもよるよね。やっぱりこう、うん、突然心の準備もできてなくって、その人もやっぱり志半ばで悔いが残るみたいなとかやったら、もうほんまにやり場がないけど、ほんまにね、もうこの人生き切ったなっていう、もうじいちゃんおばあちゃんでさ、もう生き切ったなっていう人やったら、もうほんまになんかなんでやねんみたいな思えへんもんな。うん、あ、ということで今日は何やったかな、子なしですよね。子供の話から宇宙の話までちょっと幅広いテーマだったんですけども、うん、まあ子供を作るか作らへんのかっていうのは皆さんどうですか。気が変わるかもしれへん で、ね、僕らは今こう言ってるけれども、うん、もしかしたら変わってるかもしれないし、変わってるかもしれへんし、なんかそういうこともなんかこう、うん、夫婦の中とかパートナーの中でも話す機会があったらね、なんかこうお互いのことを知り合える、ことにもなると思うんで、いいのかなっていうふうに思ってます、うん、ということでこの夫婦の時間っていう番組では、まあ、おかっちと優雅夫婦がお互いに話したいことをペチャクチャ話す、そんな番組です、それを通じて、皆さんのパートナーシップがより良くなったらいいなと思っております、よかったらこのチャンネルを登録していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。そして、ブチって切る前にいいねボタンも押していただいたら嬉しいです。で、あとのコメントも受け付けてます。こんなテーマを話してほしいとか、なんか感想とかも全部見てるんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆さん素敵な一日を。さよなら。